川口のそのあとこれは大石で、そして瀬沼、大石5試合ぶりのチームとしての得点は金沢大石、まさに意地とこれは一発ということになります。4対1、5試合ぶりにチームとして得点が生まれました。はいですね、うん、今なんかはね高い位置で奪いましたので、まあ、相手のミスをついてですけど、まあ、ここでちょっと深井選手のパスが緩くなって、はい、ここでいい位置で取れて、まあ、このパスと最後ね決めているところは落ち着いてましたので、うん、まあ、高い位置からのプレスがね実ったシーンでしたね。中を見ています。縦を使った、折り返す、庭のシュート、久しぶりにこの男の得点、庭志音、サポーターも待ちわびた久しぶりのゴール、今シーズン6点目。しばらくゴールのなかったこの男がようやく決めました。渡辺選手でね、中側に見て作って外に流れたんですよね。ここで一旦松本ニュースも一息ついた感じがあったんですけど、大石選手のワンタッチで上げたクロスと中で合わせた丹羽選手のワンタッチでの合わせ方、ワンタッチが重なって非常にいいゴールになりましたよね。飛び込んでくるタイミングも非常に良かったですし、大石選手外側に流れてたんでこう上げるの難しいかなと思ったんですけど、よくこう体ひねってね上げましたよね、クロスを。素晴らしいプレー重なったゴール、いいゴールになりましたね。待望の得点となりました。流れを切れという水戸から秋葉監督の声です。さあコーナー、今日コーナーキック多いですね、うん、金沢なんか全部5分ほどあったよ、はい、もう拾いに出てるんでね、違う選手を選択してもらったんですね。そうですね、中です、ニアです。でも必ずそこなんですね。浮いたボール拾って中へのヘディングシュート入った、追いつきました金沢承知です。追いつきましたね。そうですね、いやもう素晴らしいと思います。あのクロスの出動も完璧でしたし、これもある程度こう三笘でゾーンで守ってますので、セカンドボール拾われたときに自分がどこに行ったらいいかっていうのはね、マークがつかないわけですよね、基本的には、はい、はい、なので、まあ、ある程度自分のゾーンを守ってると思いますけど、このボールで入ってくるところの、ね、選手も素晴らしいタイミングで入ってきました、ね、はい。